ジョーダン・バチンスキー、ジョーダン・バチンスキー、1989年9月6日は、カナダ出身のプロバスケットボール選手。身長218センチメートル、体重118キログラムで、ポジションはセンター。アリゾナ州立大学出身。スペインリーガー区部のオブラドイロ CAB に所属している。バチンスキーは、アリゾナ州立。 大学サンデービルズ男子バスケットボール部に4年間所属した。バチンスキーはパシフィック12カンファレンスにおけるブロックショットの通算最多記録を持っている。またバチンスキーは NCWA 一部におけるシーズン最多ブロックショット記録を NCWA 一部男子バスケットボール2013から14シーズンに打ち立てた。このシーズンにはパシフィック12カンファレンス男子バスケットボール 最優秀守備選手にも選出された。一年次だった2012年12月8日のカリフォルニア州立大学のオスリージ高戦では13得点、12リバウンド、12ブロックを記録し、大学では初めてとなるトリプルダブルを達成した。2014年の NBA ドラフトで指名を見送られたバチンスキーは NBA サマーリーグにシャーロット・ホーネッツの一員として出場した。 2014年8月1日、バチンスキーはトルコエスキシセヒルにあるターキッシュバスケットボールリーグのエスキシセヒルバスケットと1年契約を結んだ。その後バチンスキーは4試合出場したが、11月中旬にチームを離れた。2015年2月13日、バチンスキーは NBA デベロップメントリーグのウエストチェスターニックスと契約した。ニックスでは18試合に出場し、 一試合平均6.6得点と5.3リバウンドを記録した。2015年6月、バチンスキーは、オーランドでのサマーリーグにオーランドマジックの選手として出場し、その後のラスベガスのサマーリーグには、トロントラプターズから出場した2015年9月28日、バチンスキーは、デトロイトピストンズと契約する。ピストンズでは2試合のプレシーズンゲームに、 合計6分間出場し、6得点1リバウンドを挙げたが、10月23日に解雇された11月2日、ウエストチェスターニックスと契約する。2016年2月9日までに32試合に出場し、1試合平均の出場時間は26.3分、13.1得点、6.7のリバウンド、ブロックショット2.6を記録したバチンスキーは、 NBA デベロップメントリーグオールスターゲーム東地区代表にロレンゾ・ブラウンの代理として選出された。シーズン終了後、バチンスキーはオール NBA デベロップメントリーグチームのサードチームと D リーグオールディフェンシブチームに選出された。2016年8月26日バチンスキーは B リーグ B1 リーグの名古屋ダイヤモンドドルフィンズと契約するが2017年2月13日に契約解除となった。2月15日、デワンが北海道に加入。北海道では19試合に出場し、1試合平均9.0得点、5.8リバウンドの記録を残した。シーズン終了後の5月19日、北海道はバチンスキーとの契約が満了したことを発表した。 北海道を離れたバチンスキーは、スペインリーガーアク部のオブラドイロ CAB と契約した。バチンスキーは2013年夏季ユニバーシアードに、カナダ代表として出場した。末日生徒、イエス・キリスト教会の会員であり、マイアミにて、布教活動を行うため競技生活を2年間中断した。弟のダリン・バチンスキーは、ユタ大学バスケットボール部でプレーし、2015年に、 BJ リーグの仙台89アーズと契約し、プロ選手となった。ありがとうございます。